いやそれにしてもやっぱりグリグリすげえな。本当だよね。どの曲もズバーって胸に響いてくるし、演奏してるみんなが本当にキラキラしてて、これぞまさしくライブって感じで、あんなの見せられたら私たちもやりたくなっちゃうよね。ま、実際それでうちらはバンドを始めたしな。あの頃の気持ち思い出しちゃったな。今だってまだライブの余韻が残ってるっていうか、胸がドキドキしてるもん。それ私も。お姉ちゃんたちの演奏が体の中に残ってるみたいで、なんか温かいんだ。改めてグリグリの凄さ、そういうのを感じられた気がするよ。初めて見たライブがグリグリのライブで本当に良かったな。私はとんでもないことに巻き込まれちゃったなとか思ったけどな。でも今は楽しいでしょ。私の話はどうでもいいんだよ。あ、そういえば今日は舞台袖から見させてもらったでしょ。なんかゆり先輩がすっごく大きく見えたんだけど、二人ともそんな気がしなかった？それって舞台袖だし近くで見たからってことじゃなくて？そうじゃなくて、存在感っていうのかな。ステージで演奏してるゆり先輩が輝いてて、たくさんのお客さんに負けないくらいキラキラしてたっていうか、ゆり先輩に視線が釘付けになっちゃう感じ。それ私もわかる。ステージの上のお姉ちゃんって本当に素敵で目が離せなくなっちゃうんだよね。大きく見えるか、それを言うなら私は霞が大きく見える時あるぞ。アリサ、それってもしかして私が前より太っちゃったってこと？そうじゃねえって。なんつうか、そのつまり、この話やっぱやめた。ごめん、今のはちょっと照れちゃってつい言っちゃった。今の話の続き聞きたい。もう遅い。ほんとごめんってアリサ。私はアリサちゃんの言ってることなんとなくわかるよ。本当に？リミリン、ステージの上のかすみちゃんってたくさんのお客さんの前でも堂々としてて、本当に楽しそうですっごい存在感あるもん。アリサちゃんの言いたかったことってそういうことでしょ。いや私は別にそこまで褒めてねえけど、まあそれに近い感じはちょっとするかな。これからも頑張ろうね。最初に見たライブがグリグリでよかったって私が思ったみたいに、今度は私たちがバンドを知らない誰かに初めて見たライブがポピッパでよかったってそう思ってもらえるように。うん、私も精一杯頑張る。少しでもお姉ちゃんに近づけるように。そんなの当たり前だろ。わざわざ言わなくてもみんな同じ気持ちだっての。燃えてきた。やっぱりバンドって最高だね。もう今すぐにでもライブしたい気分。その前にお前は代表の言葉を考えなきゃだろ。あ、そうだった。まったく、ほんとしょうがねえやつ。